ト日本プロジェクト推進リーダーの近藤です。シリーズで鳥取の海の魅力をお届けしています。今回は港で開かれた海を感じるイベントをご紹介します。海へ行きましょう。鳥取市の加呂港、この港を舞台に毎年海の日に海を満喫するイベントが開催されます。その名も鳥取加呂港オアシス夏祭りです。我々が子供の頃と比べてやっぱり賑わいが少ないなと、もうなんとか活性化のためにもちょっと一つやろうでないかということで、とにかく地域の住民を盛り上げる一環になればということで始めたのが出発点だと思います。会場では海の生き物に触れるきっかけとしてサザエのつかみ取りやカニ釣り大会が行われ、多くの子どもたちでにぎわいます。ゴツゴツして、なんか楽しかった。イベントの目玉の一つ、海上保安庁の巡視艇鳥風の挑戦体験。鳥取の海の安全を守る鳥風に乗り、海を感じるひとときを過ごします。地元の方々に、海上保安庁の仕事がどんなことをしているのかっていうのを分かってもらえるいい機会だなと捉えております。綺麗な海、雄大な海を身近で感じてもらえたらなと思います。で、子どもたちにですね、そういう感情を持ってもらって、海を好きになってもらいたいなと思っております。海の生き物に触れ海を感じる、海の魅力を次の世代に伝えたい、そんな思いが込められた夏祭りです。海と日本プロジェクト公式サイトでは様々な情報を配信中です。